兄様が、はい、今回非常にたくさんの、Xも、ね、非常にたくさんの選手が出場してくれました。ありがとうございます。ありがとうございます。まさしくね、あのヨーヨーマスターから世界チャンピオン、はい、このメンバーでなことはまずないと思います。ないですね。そしてザッカはい、ザッカさん、ザッカさんね、もう敗戦からあのザッカはやめましたってバッサリ言われちゃいましたね。あ、また前に戻ったんですか。復帰なんですね。今始まる。はい、また始まったそうです。始まったそうです。はい、全員揃ったでしょうか。それでは発表に移ってまいります。あ、ちょっとの大丈夫かな。もうちょっと寄ってもらった方が。あ、いいですね。もうちょっと来てください。もうちょっと。もうちょっと。中の方へ。はい。さあ、すいません。ちょっとあの、X モードだけですね。果たしてこのハマホンで村木さんは入賞できたでしょうか。ということで、4位から発表していきます。はい、果たして村木さんは入賞できたのでしょうか。それでは行きましょう。浜松ヨーヨーコンテスト2017第4位、最終得点 61.417 ポイント、浜田匠選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。続きまして第3位、最終得点 61.867 ポイント、古田宮野選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ行きましょう。続いて第2位、最終得点 89.213 ポイント、三浦はじめ選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そして優勝、最終得点 93.5 ポイント、岩倉レイ選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、そしてこの肝心な発表もあるでしょう。第5位、最終得点 58.619 ポイント、村木真也選手です。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ついに優勝いたしました。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、それでは表彰式に移ってまいります。すいません、トヨタ君いきますか。トヨタ君はい、すいません、あの村木さん喋れないんで表彰をお願いします。構えないようにお願いします。お願いします。村木真也殿、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、そしてちょっとシュールですが、岩田練習会よりザ・ナビ、そしてワンスター、そしてサムシング様よりウレスティングスヨーヨー、そしてヨーヨーリクリエーション様より FAY。 はい、以上が授与となります。おめでとうございます。あ、そしてもう1点ございました。もう1点、原点に帰りましょうということで、モーツレクストリーム、いや、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、続きまして第4位、袴田匠選手、前へお願いいたします。おめでとう
点がですね、岩田練習会様よりザンナビー、はい、レフィリオ様よりコンケーブベアリング、続いてヨーヨー様よりベクター、そしてヨーヨーリクエーション様よりガルガンチュア、そして演習稽古様より5名5キロとなっております。おめでとうございます。5キロです。おめでとうございます。X 部門準優勝、新浦はじめ殿、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて定期の順位に移ります。まずは岩田練習会様よりザンナビー、そしてジャーニー、そしてスピードメーカー、あ、レアですね、そして奈良花様よりシガーボックスのセット、そして演習帝国様より米10キロ、米10キロです。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、そして X モン優勝岩倉レイ選手、前へお願いいたします。少々 X 部門優勝岩倉レイ殿、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、続いて景品の順に移ります。はい、まずはソロハム様より Q トライアド、これもレアですね。そして、24744様よりコンフォーダブル T シャツ、続いてチームホイッスル様より優勝記念エアロナウト、そしてヨーヨーモンスター様より優勝記念グループ、続いてナルセノーサー様より米30キロ、30キロです。はい、そしてまだあります。はい、ネクストリームクリアカラー、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、それでですね、まず記念撮影の方を行いますので、選手の皆さん、前へお願いいたします。はい、このですね、いつもお米をいただいている奈良瀬さん様よりですね、ちょっとお米に対してちょっとコメントをいただいておりますので、記念撮影の前にちょっとだけ説明したいと思います。岐阜の初霜と呼ばれるお米なんですけど、こちらはですね、平成28年度ん何でもこれ何や、はい、米の賞味試験におきまして、特 A ランクを受賞した、おー、すごいお米でございます。で、一般的によく知られるコシヒカリとは違った味わいを楽しめると思いますと、自信のあるコメントをいただいているお米でございます。で、こちらも30キロ買おうとすると、フルメタルのヨーヨーが普通に買えちゃうぐらいの1万円超えの1万5000円ぐらいのお米でございます。で以上、ナルセノーサン様よりすごいです。はい、ありがとうございました。さあ、それでは記念撮影の方を回りますので、選手の皆さん、お前へお願いいたします。ナルセノーサン、ナルセノーサン、撮影。さあ、これで岩倉選手は完全制覇。そうですね、なんとですね、岩倉選手ですね、ハマコンの X も全戦全勝です。5連覇を果たしました。本当におめでとうございます。全て優勝です。すごいな。何キロ持って帰ったんだって感じ。今日だけもうちょっと寄っていただいて、中央に寄っていただいてっていう感じですね。はい、じゃあくっつきましょう、くっつきましょう。
バックで、バックでお願いします。はい、よろしくお願いします。入るかな。はい、それぐらい150回ぐらい。そうですね、5回。そうですね、でも今年だけで40キロぐらい増えてるよ。あれでも、別の部門で1部門で優勝してるんですよね。昨日は10キロ持ってないと思うね。この部門だけで150キロっていうことですよね。はい、寝てしまえば。はい、そうです。この部門で今ね、150キロ回収します。確実に200はオーバーするっていう。そう、まあ、200近いのかなと思います。あ、OK です。はい、ですね。はい、お願いいたします。はい、お願いいたします。ありがとうございます。おめでとうございます。さあ、